こんにちは。 YouTube を簡単に使いこなしていますか？今回は PC 用の YouTube ライブの新機能カメラについてお話をしたいと思います。クリエイターツールライブストリーミングの画面です。この、今すぐ配信イベントの下カメラ、これが新機能です。はい、クリックします。はい、そうしますとね、これカメラを起動しますかってあるんですが、今ね、ちょっとカメラを使うことができないと思いますが、ここでね、ライブ配信の情報ということで、ここで、定数と配信とかですね、あと公開しますかどうしますかということで、公開、限定公開を選択できます。で、その他のオプション、ここで、説明を追加することができるんで、まあ、とりあえずテスト配信ですということ入れておきます。で、カメラ。ここで、カメラを切り替えることができます。はい。こんな風にカメラ切り替わりました。あと、規定。マイクは規定でいいと思います。あと、詳細設定で、はい。チャットを許可するとか、あと、収益化とかね。そういったことを設定することができます。はい。そして、次へに行くと、もうこれもすぐ配信が、できるんですね。ちょっと一回やってみましょうか。はい。サムネイル用の写真を撮ります。はい。撮りましたら、もうこれもそのまんま、はい。ライブ配信を開始ということで、ライブができます。意外とね、簡単に、ライブ配信ができます。そして右側にはね、従来通りの YouTube ライブの、チャットをね、表示することもできますんで、ちょっとね、急ぎのライブやりたいとか、もう簡単にライブをしたいという方はね、この PC 用の YouTube ライブの新機能、ライブカメラかな、を使うと良いかと思います。今回は PC 用の YouTube ライブの新機能、カメラについてお話をしました。これね、スマートフォンで行う YouTube ライブの機能と似てるなというふうに思いました。それと以前ね、パソコン用には、Google のハングアウトオンエアで、簡単に YouTube ライブができる機能がありました。その簡単にライブができるっていう機能が今回のカメラかなというふうに思っておりますので、ぜひね、使ってみてください。それでは今回はこの辺で失礼します。